ずは吉田拓郎ワンランクダウンご来場いただきましてありがとうございます。開演に先立ち皆様にお知らせいたします。急病および負傷した場合はステージ向かって右手裏の救護テントまでおいでください。なお場内での指定場所以外での喫煙は固くお断りいたします。また録音録画機器およびフラッシュストロボの使用はできません。開演中は旗のぼりなどは他のお客様のご迷惑になりますのでおやめください。なおゴミは必ず指定の場所に置いてください。また一度入場してからは場外に出ることはできませんので、お買い物等は場内売店にてお願いいたします。十分注意してください。特に花道に手などは乗せないでください。第一区の原因ともなります。また通路には絶対に座らないでください。通路は常に確保しておいてください。大変長らくお待たせいたしました。まもなく開演いたします。早めに席を移してください。遊びに来てくれてて、これまで付き合ったミュージシャンとかたくさん応援に来てくれてるんで、後ほどまた随時紹介していきますが、今気持ち一発で来てくれてるんで、あったかい拍手で迎えてやってほしいと思います、それからこのステージを恒例になってますが、作ってくれた人や周辺の施設を全部力仕事で頑張ってくれた人にまずは拍手から。今日は金がね言ってあるように、俺が生涯最良の日にしたいと思ってるんで、一つ思いっきり楽しませてもらおうと、今日最後まで、最後の最後まで一緒にやってくれるメンバーを紹介します。島村です。島村、エルトン永田、薄井、サックスは高野、それから一人一人は大変だからコーラスの皆さんです。
最後に10年前の綱恋、それから79年の篠島と常にこの辺で踊ってた瀬尾一蔵になる理由第1位ちゃんとしたかったのに髪もまとまらない思ったより準備に時間がかかってしまうことだけどエッセンシャルのキューティクルケアなら夜洗って乾かすだけで朝手ぐしで余裕のまとまりそうエッセンシャル僕はただの寝坊だぜ待ったよ待ったよ待ってるいけない壁もあるけども、まあ、ほとんど
絶対実現するっていう確信を僕は持って毎日日常を過ごしてますんで、これからいよいよなんか面白くと楽しくなってくるな人生っていう感じで。